なんだか風が強くないですか？どうですか皆さんのお住みの地域は。なんか東京は風がすごい強くて、ここ最近1週間ぐらいなんかずっと強い気がするんですけど、なんか結構前髪とかもこうやってシャーとかってやって、なんかちゃんとこうアホ毛が出ないようにピーとかって言っていろいろやるんですけど、もうなんか出た瞬間にバサーみたいな全部どっか行っちゃうから、もういいやっていう感じでね。まあ、帽子とか被ればいいんですけど、帽子被っても帽子飛んでっちゃうから、まあ、それぐらいね風が強い。春ってそんなに風強かったっけと思ったら、春一番ってね言葉あるし、でもなんか秋の方がいいかもと思ったら、秋は秋で木枯らしが吹くよって言われて、台風もあるし、あ、そっか、確かに、なんか確かに秋、そうですね、あの今そっか、あれだわ、なんか地面にこうなんか枯葉がカラ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 ってなんかどっか行ってるイメージがありますわ。秋も秋でなんかね、花粉もねどうなんですかね、そんなに私は今今年は感じないかもし、感じてないかもしれない。あ、そっか、花粉で思い出した、そういえばこの間ナナミとあのご飯に行ってたんですけど、あのナナミがね、あのティッシュ、あのポケットティッシュをこのテーブルに置いてて、でそれをこう置きっぱなしであの帰ろうとしたんですよ。一緒に帰ろうとかっつって、そしたら、あの、あ、ナナミティッシュ忘れてるよって言って、あ、本当だって、パッてそのなんか絵柄を見たら花セレブで、でなんか見たことない花セレブでパンダが書いてあったの。もうパンダの顔面がドーンって書いてあって、ちょっとナナミこれランラン絶対忘れちゃダメじゃんとかって言って、もう完全にランランなんですよ。あの邪神ちゃんのうちらがやってるあの双子の、そう、双子のキャラクターの私がやってるランランがパンダの状態で、え、スーじゃんとか言って胸のところにペってやって、え、キュンキュンじゃんとかって言ってなんかそんなことがありました。そう、ナナミは結構ね、あの鼻、あのよく噛むから、でもその鼻セレブ全然使ってなかったから、そう、すごい綺麗な状態のパンダの鼻セレブだった。可愛かったです。よかったらキョンキョンキョンランラングッズで鼻セレブのパンダいかがでしょうかということで、じゃあ今日も放送始めていきましょう。田中みな実のカモンミナハウス、カモン。こんばんは、田中みな実です。なんと今日で222回目なんです。2の並びがねゾロ目でどんどんどんって、いやー、この番組おそらく最後のゾロ目になるんじゃないかなと思って、いやすごいですね。じゃあ111回目から100回ぐらい経ったところですよね。そうですね、いや100回経ったところですよね。100回ぐらい、ね、約ちょ、なんか あまりにも遠い昔すぎて、あ、そっかそっか、倍か、111の倍222、おー、そっか、にゃんにゃんにゃんですね。はい、嬉しい。いやでも3月ももう終わりなんでね、もうあとワンクールなので、ちょっといろんなこともね毎週毎週スタッフさんと一緒に考えながら、はい、ちょっとこのミナハウスのねいいゴールテープが切れるように頑張っていきたいなと思っております。それでは始めていきましょう、田中みな実のカモンミナハウス。皆さん今日もよろしくお願いします。改めまして、田中みな実です。さてさて、最近の私について。先週末はアニメジャパンがありましたね。いや、会場でお会いした皆さんも配信の皆さんもどうもありがとうございました。私はステージ自体はですね、2つ、1日目と2日目で1個ずつありまして、他にもですね、そのいろいろ FGO も回れたりとか、あの写真もいっぱい撮ったりだとかして、結構2日間満喫させていただきましたね。1日目はスライム倒して300年のステージに、はい、出演させていただきました。メールも来てるんですかね。メールもじゃちょっと交えながら、はい、感想をお話ししていきたいと思います。こちらヒロさんからです。ありがとうございます。みなみこんばんは。こんばんは、お邪魔します、どうぞ。アニメジャパン1日目参加してきました。みなみが出演されたスライム倒して300年のステージでは、第1期のダイジェストで振り返りで、2期がとても楽しみになり、
ミニゲームのコーナーではスライムでわちゃわちゃするお三方が見られてとても楽しめました。そしてこういったイベントの醍醐味でもあるめちゃデカスクリーンでのアニメーションの放映、特に FGO ブースでは特大モニターで圧倒的ビジュアルの英霊たちが次々と映し出されとても魅了されました。 FGO は新宿で泊まっているのですが、こんなの見せられたらモチベーションが再燃しちゃいますね。 FGO 限界オタク南支店の FGO ブースレビューなどいろいろ聞きたいです。それではというね、ありがとうございます。何新宿で泊まっているだと、アシュ特異点で泊まっているということですか。これはやってもらわないと困りますね。だってまだ2部のことを何も知らないマスターってことですもんね。ちょっとこれは知ってもらわないと、もう今私は移動ってなってるところですからね。ちょっと FGO ラジオを聞いても何を叫んでいるんだって感じになっちゃいますからね。ぜひぜひやってほしいですし、そうスライム倒して300年では今回あのボンちゃんとあとエイデちゃんと一緒に出て、同い年組なんですよ。あの1995、96年の生まれの3人なんで、そのなんか同い年だねみたいな話もしてたら、あの主人公のあずさが27歳なんですよ。で27歳の時に過労死しちゃって転生した先で永遠の17歳になるっていうところからスタートしていくんですけど、そのなんか PV で最初の振り返りであずさ27歳から出てきた瞬間に、待って待って待ってみたいなもう超えてる、うちら超えてるよとかって言ってちょっとね心に若干の傷を負ったりとかしてましたね。いやそうだってドラマ CD が一番最初なんですよ、スライム倒して300年は。そう前も話したと思うんですけど、そうだからその時まだ私たち20代前半の頃とかだったから、そっからね時を経てで2025年に第2期が放送になるということがね、あの先日発表されまして、で今回2期の新しいティザー PV なんかも見て、すごいなんかみんながまたより可愛さましましになってて、いやよかったな。なんかそうまだアフレコをしてないから、これからこの子たちにまたあのね新しい命を吹き込めるんだと思うとすごい楽しみになりましたし、そう結構一期の方のアフレコは後半の本当に最後の方からあの分散も完全なる分散になっちゃったから、そうだから本当に最後の最後にみんなでお疲れ様みたいなこともできなかったから、そうでもやっぱ二期があるってね、皆さんの応援のおかげで二期があるってことは本当にありがたいなと思います。私は改めてそのスライムの精霊のシャルシャ役で、はい出演させていただきます。やっぱり私は双子が多いんですねはい妹役で出演しますよ、よろしくお願いいたします。あとはですね、もう一つその次の日2日目は星降る王国のニナというね、10月から放送、今年の10月から放送予定のステージの方に、登壇させていただきました。こちらもメールが来ておりますので読みますね。こちら歩くお荷物さんからです。ありがとうございます。南さんこんばんは。こんばんは。アニメジャパンお疲れ様でした。星降る王国のニナのステージを見ました。お三方の演じられたキャラにまつわるお話が面白かったです。私は PV を見た時に2人の王子が少し冷たく怖いキャラなのかなと思ったんですが、物語が進むにつれて王子たちがニナにほだされていくことが紹介されていて印象が違って見えました。10月から始まるアニメがますます楽しみになりました。それと偽りエピソードを見抜く企画コーナーでは梅原さんと内山さんという声優界きってのクールなお二人が楽しそうに挑んでいる姿が微笑ましかったです。いつか星降る王国のミナも実現するといいですね。ありがとうございます。続いてノキアさんからです。ありがとうございます。ミナミお邪魔します。どうぞ。AJ2024 にて星降る王国のニナステージ現地にて拝見させていただきました。ミナミの初めてのニナ役としての生の声を聞けたり、作品への愛情を感じるお話が聞けてとても嬉しかったです。そんなステージのコーナー偽りのお話で急に出てくる田中家父のお話がとても上手で笑っちゃいました。とばっちりを食らったマネさんには優しくしてあげてくださいね。時間があっという間過ぎたのでもっともっとお話を聞きたい、そしてアニメの放送が待ち遠しくなったので原作も買って読みたいと思います、ということでありがとうございますね。本当にそうどっちのステージもたくさんの方が来てくださってすごい嬉しかったですし、配信もねそうあったから
その今日は行けなかったよって方も配信でね見ることができたんじゃないかなと思うんですけど、そこのね偽りのエピソードをちょっと田中さん考えていただいて、ちょっとお二人に答えてもらうんです。うわーっつって、どうにかしてみんなを騙したいと思って、結構めっちゃ考えて、もう温めて、でもなんかやっぱ絶対作品に関わるエピソードの方が絶対いいよなと思って、そうなんかニナのアフレコの時のなんか話とかもいろいろ思い出して、でもなんか本当っぽい嘘の話とか嘘っぽい本当の話ってすごい見つけるのちょっと意外と難しいなと思って、うわもうこれどうしようと思った時に、あそういえばニナとの出会いはマネージャーさんの打ち間違いだったなと思って、で探したら本当にあって、やっぱそうだよなみたいな、もう今まで触れてこなかったんですけどマネージャーさんとも、ちょこれ使わせてもらおうかなと思って、いやそんなわけないでしょうってなるだろうなと思って、あの星降る王国のミナってあのマネージャーさんがこのオーディション受けてくださいって送ってきた頃、あ名前が一緒だからなんか振ってくれたのかなと思ったら全然そんなことなくて全然ニナだったので、なんかその、まあ、それってなんかちょっと嘘っぽいじゃないですか、そんなわけないと、それに見事打ち合わせが引っかかってくれましたありがとうございますね、お優しいね。そうで、そう、それであのこのエピソードをこれでいいのかっていうのを先方さんに確認しないといけないから、これででもダメだったらまあ違うの考えるけど、とりあえずその担当のマネージャーさんに送るから、あのマネージャーさんにもあのマネージャーさんのネタ使ってすみませんって送ったら、僕は全然大丈夫ですって言ってくれたんであのよかったです。で結局あのね先方さんからも OK ってもらえたんで、堂々とそのお話ができましたね。でその偽りの方のエピソード、私が幼稚園に通ってて、幼稚園で飼ってたその鳥の名前、インコの名前がニーナだったっていう話なんですけど、まあ、ニーナじゃなくてピーちゃんだったっていうねそうそうそう、でも父親はもうね、あの半角ロッキー苦手なんですよ、鳥がマジで苦手で、私知らなくて、その弱い6歳の頃ですよ、まだ幼稚園5歳ぐらいの頃かね、もうなんか最後の日だけ、あのもうその幼稚園に帰す日、その私預かってたんですけど自分の家で、その幼稚園に帰す日にもう最後だからって言って、父さんピーちゃんとちょっと戯れよとかって言って、いや本当に無理本当に無理って言って、それって言って開けたら、ピーちゃんが一応奥さんに父親の肩にチョンって乗って、お父さんがうわーってやってる写真を私が撮るっていうのはめちゃくちゃ覚えてます。その写真のアルバムが未だにね写真あるんですけどっていう話をねしたら、もう見事にあの梅原さんに、いやエピソード自体は本当で名前が違うと思いますって言われてあその通りですみたいな本当にね、あの見事にあの梅原さんには見破られてしまいましたね。いやでもすごいね、あのニナもやっぱめちゃくちゃ原作が本当に面白いし、これからどんどんきっとね公開されていくキャストの皆さんももう本当にすごいんですよ。もうはーっていう、原作ファンの方ももうはーってなってくれるんだろうなっていうのがもう本当に想像できるというか、私もその原作を読んでいて、あすごいぴったりだって思った連続だったので、そうまだね言えないことがねいっぱいあるし、そう PV でもやっぱりまだそのほだされてない状態の王子だから、そうあの2人ともねまだまだこうね見せてない一面があるんですよって話もしてましたし、はい、ちょっとぜひね10月の放送を楽しみにしていただけたらなと思います。はい、そんな感じで、そう FGO のねそのブースも見に行けたんですよ。すごい大きかった、なんかもうなんか何あれ全長何メートル25メートルぐらいなんかすごいでかくってでなんかもうそれをみんな動画撮るし、でなんかその門をくぐると、あの今までのアクスタが全部置いてあって、しかもそれがすごいいい感じにエモい感じに置いてあるんですよ。はあ、もうこれどのくらい時間がかかったんだろうって思いながら、もうそれもそれですごいなんか ありがとうございますってなったし、自分がこう演じているキャラクターサーヴァントと私の推しのサーヴァントをこうやって探しに行くんですよ。あー来るぞ来るぞ、あーグダグダあったあったパシャパシャパシャみたいな、あーエリちゃんがいっぱいここにいる、ルニさんここで撮ったのかなとかって言ったりとか、そうそうなんか本当に今までのなんか子たちがいてすごかった。でその FGO ブースにもうなんかマネージャーさんと2人で行ったんですけど、もうやばいですねすごいですねとかって言ってうわーとかってやってたら、いきなりあのすいませんエクスキューズミーみたいな感じで言われて、おみたいな、そしたら海外の結構ほんと今回アニメジャパンめちゃくちゃ海外のその方が多くって、でその方に女性の方なんですけど話しかけられて、でなんかその Google 翻訳であなたは田中みな実さんですかって
出てきて、でもその田中みな実があのフリーアナウンサーさんの田中みな実さんの方で変換されてて、うーん田中みな実さんの方じゃないけど田中みな実です、多分きっとあのこの方は私をあの声優の田中みな実を認識して言ってくれてるんだろうなって理解して、そうですあイエスイエスみたいな感じでそう言って、写真一緒に撮ってもらえますかって英語で言ってもらえたんだけど、すいませんってマネージャーさんにごめんなさいって言って、そう一緒に写真を撮ることは叶いませんでしたが、そうしあのすごい気づいてもらいました普通にもうね、いやなんか よかったやっぱみんなも写真撮ってるから、あやっぱみんなも F 上好きなんだと思って、このキャラが好きなのかなとか、そういろいろ考えたりとか、あニトちゃん撮ってる嬉しいなみたいなこともね思えたし、やっぱアニメジャパンってやっぱそういうのまたね近く感じることができるからね、お客さんの熱量を、だからすごい良かったです。あとはグレンダイザーの、そうグレンダイザーも2024年放送予定なんですけど、そのブースの方に遊びに行かせてもらって、下野さんと一緒に時間を合わせて遊びに行かせてもらったんですけど、写真をねなんかすごいなんか現地のお洋服を着させてもらって、でサインとかも書かせてもらって、あのおやつのデーツと、あと私の名前をアラビア語で書いてもらえるっていうサービスがあって、そうすごいねなんか面白かった。で多分あかりんが LINE くれて、これどういうことみたいな写真を多分シモンさんのあの写真を見て思ったんだろうね、あれみなみいいんじゃんみたいな感じで、あかりんからも連絡が来て、いやすごいっしょみたいな、ちょっと行ってきたわみたいないやアニメジャパンっしょみたいな感じになって、そうだからそういうねすごいなんか楽しい体験もさせてもらいましたし、そうなんですよね、だからなんかめちゃくちゃ楽しかったなこの2日間すごい、土日とも、はい、両日とも今回は、はい、ステージもあったり、そういう写真もあったりとかして楽しませてもらいました、はい、ありがとうございました。ぜひぜひねアニメを楽しみに待っていてくれたらなと思います。他にもですねいろんなイベントもあったりとかするんですけど、来週になるのかな、4月6日はですね、機関車トーマスの映画の舞台挨拶もあるんですね。そうなんです、私もうやばいですね、映画ももうすぐ4月の19日公開となりまして、今結構トーマスいろんなところでスタンプラリーやってたりとか、そうポップアップショップとか、なんそういうグッズのショップとか結構いろいろコラボしてたりとかもあるので、ぜひよかったら見てくれたら嬉しいなと思います。あとはプライベートで行くと、南アラモードでやったバイオハザード RE4 を買って、私プレステ5持ってるから、もうプレステ5はもう腐らせすぎてて、もう半年以上腐らせていたのね私は。あれホグワーツレガシーをずーっとやってたんだけども、全部クリアしてても全部のトロフィーもらっちゃったから、もうやることないなーってなっちゃって、どうしようって思ってた矢先のねバイオですよ。超面白い、超やばい、いいですね。しかもやっぱりそのイージーモードにするとちゃんとねイージーになるんですよ。すごい、それがやっぱりね、もう私もう敵が出てくるとうわーってもう所構わず撃っちゃう癖があるから、それにならないからすごいね、快適にストーリーを進めさせてもらっております。超面白いです。もう今ひたすらアシュリーっつって助けに行ってる、もうずっとアシュリーレオンって言ってるから、ずっとどっか行っちゃうから、ピーチ姫のごとくバイバイって言って、ねえもうとにかくいっぱい調合したりとかして弾作ったりとかして、で武器屋さんあったらうーって言ってなんか宝石をなんかつけて売って、なんでここに宝石落ちてんだよとか思いながらなんでボスから宝石出てくんだよみたいなこともちょっと自分で勝手に切れながらやってるんですけど、すごい面白いのでね、ちょっと今までやったことなかったけど、ちょっとバイオはクリアできそうな気がします。頑張ります。じゃあメールの方もね、はい、引き続きご紹介していきます。こちらスヌイさんからです、ありがとうございます。みなみこんばんは。こんばんは。
これまでなかなか勇気が出ず初めてお便りを送ります。先日のイベント参加しました。ミナハウスの歴史を振り返るコーナーでは当時まだ大学生だったなと思うと時の流れを感じてしみじみするとともに終わってしまうのが寂しいなとすごく思います。サイン会はめちゃくちゃ緊張して終わった後はしばらく夢うつつでした。何を話そうかなといろいろ考えていましたがやっぱり頭が真っ白になってそんな中でもお便り送ってねと言ってもらえたことが忘れられません。北海道旅行中でしたが一旦東京に戻ることを許してくれた友人にもありがたく思います。一生の思い出です。本当にありがとうございました。で北海道旅行中に抜け出して飛行機乗って東京来て何モノレールかなんか乗って浜松町来てすごい、ありがとうございます。本当にねもう各所各所いろんなところからね来てくれたんですよ皆さん。すごい嬉しい。海外からのねお客さんもいましたし、いやすごいな。これだってもうきっとね北海道旅行が先に決まってて、ではって言ってミナハウスイベントやるんだってもう最初で最後かもしれんって言って応募したら当たってみたいな、ごめん行くわって言っていいよっつって送り出されて、いやすごい嬉しいです。ありがとうございますね。イベントも無事にね、はい、先々週もうもう先々週のお話、いやなんか時の流れは早いですね。もう3月終わりですからね。ちょっと本当にここからちょっとまたいろいろグフグフなこと考えてますんで楽しみにしていてくださいね。ということでこれからも私に聞きたいことお話ししたいことなど何でも送ってきてくださいね。メールの宛先はすべて小文字でcamon@joqr.net までお待ちしております。田中みな実カモンミナハウス。悲しみエピソードをご紹介していく悲しみお刺身のコーナーです。最近の私の悲しみお刺身はネイルって履かないなって、この私のジェルネイルイベントのためにやったんですけどもう伸びに伸びてなんか変って言ったらあれだな、違うものになってるそろそろちょっとね新しいのに変えないと、タイピングをするとすごくごじるなんか爪が前の方のキーボード押しちゃうからもうごじりまくるから爪どうしてるんだろうね。オフィスワークの方ってやっぱちゃんと切り揃えてんのかな。いやちょっとこれは爪長いと不便だなって思いました。じゃそんな皆さんの悲しみお刺身紹介します。こちら星空のガーディアン皇帝さんからです。ありがとうございます。先日勤務先の学校で卒業式が行われました。昨年はダイエットに成功したのもあり20代の頃に作ったオーダースーツを着てビシッと参加したのですが、今年同じスーツを着たらまたパツパツになっていたのでとても悲しい気持ちになりました。くーそっか、オーダースーツなるものがあるんですね。これはじゃああれか、一回痩せたけどおいっつってねえリバウンドっていうやつなんですかね。いやそっか、でもやだよねそのオーダースーツをさ、なんかまたちょっと今の体のオーダーにしてもらうのもまたね、布とかまた足さないといけないしお金もかかるのかな。だったらねちょっとこのオーダースーツを綺麗に着れるね、ちょっと体型を目指してファイト応援しています。頑張れ頑張れ。続いてウィングマンさんからです。ありがとうございます。先ほど人生で初めて車で追突事故に遭いました。信号待ちで止まっていたら後ろからドンと、大切にしていた人生で初めて買った愛車が目の前で壊れていく。山梨で温泉まんじゅうを食べに行っただけなのに。事故は起こるさいいことあるさみたいな感じでね言ってくれてますけど、
なんか本当にそういう事故とかさ、本当になんか予期してない時に起こるんだよね。なんかさ、よくさフラグが立ったとか言うけどさ、なんか、はあ、事故に起こるんじゃないかとか、なんかに巻き込まれるんじゃないかとか思えば思うほど大丈夫なんですよ。これ私の人生の持論なんですけど、私結構心配性なところがあるから、はあ、大丈夫かな、今日も生きて帰ってこれるかなみたいなことをなんかそう考えれば考えるほど、今日帰ったら私はご褒美にケーキを食べるんだみたいなことも思っても絶対食べられるんですよ。それなんか結構ゲームとかでさ、死亡フラグだとかアニメとかであるじゃないですか。意外と本当に何もない、もうやったー温泉まんじゅうドンみたいな、あるそういうとこ、そういうことなんだよな。フラグなんてものはあのリアルな方にはないのかもとかさ思っちゃったりとかしますけどね。なんかちょっとムチ打ちとかね、心配ですね。ちょっとね、車も悲しいし、ちょっとね、あのお体は大事にしてください。お大事に。ということで、こんな感じで皆さんの悲しみお刺身エピソードを募集しております。あなたにどんな悲しみお刺身があったのか、ぜひ教えてくださいね。明日はきっといいことあるさ。お送りしてきました田中みな実のカモンミナハウス、エンディングですので、まもなく皆さんをこの土地から締め出すお時間です。番組では皆様からのメールを募集しています。どんなことでもいいので、ぜひ番組宛にメールしてくださいね。メールアドレスはカモンアットマーク joqr.net、 comeon アットマーク joqr.net です。カモンはひらがなではなく英語ですので、お間違いなく。そして YouTube の文化放送 A&G チャンネルの方では、週明け月曜日12時から期間限定でアーカイブが公開されています。ぜひこちらも見たり聞いたり、魅力をしたりしてくださいね。ということで、本当に年度末ですね。なんかまた4月から新生活ね、学校、就職、新しい部署、わからないですけど何か始まるのかもしれない。でも大丈夫、きっと大丈夫。そしてもし何かあったらミナハウスにメールを、もう何でも、いつでも何でもね、こういう、ね、イベントのメール送らなきゃかなとかね、全然思わずに、ぜひぜひ日頃の何かでも送ってきてください。ここのねラジオでは読まないかもしれないけど、私の心にはちゃんと伝わっているので、ぜひぜひどんなメールでもお待ちしておりますよ。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は田中みな実でした。また来週ミナハウスにカモン。We'll be right back.